この辺の方が良かったかな。いや、もうちょっと行ったとこが登山口やから。おはようございます。え、え、独特な匂い。お父さん鼻悪いから、あんま鼻良くないから。え、腐った匂い？違う違う。バニラ？え？虫よけの匂いかな。ああ。登山道とは言うわけ？こっちかな？下るんやな。ヘビ？カナヘビって何それ？ああ、そうなん。じゃあ塗り薬を持ってきて。あの丸いなんか丸いやつが真ん中丸いなんかやつがあるやろ。そうそう、あれの左側にずーっと行ったらロープウェイのとこがあるわ。なんてあれが五台車だけや。なんせあれが四日市やろな。あれ四日市やん多分。うん。まあでも展望こっちの方が良さそうやな。この辺からは。
あっち行って名張とかあっちの方かな。あ、ありがとう、ありがとう。なんか花が咲いとんな。なんか花が咲いと。スミレ？ちゃうわ。御嶽山が見えるで。あれ御嶽山ちゃうかな。なんかでっかいやつが。多分御嶽山と横がなんか。なんか雪が残ってるな。うん。その奥が左側が乗鞍かなんか。分からんけど、ちょっと位置的に言ったらなんかうっすらこんなもん向こう側もっと白いで、あれ元こっち側にも白い山あるやん、うん、あれがよう分からないけど乗鞍っぽい感じやな。でも乗鞍なんかもしかしたら中央アルプスかなんか分からんで、うん、南アルプスかちょっと。でも右の方さめっちゃ高い山となんかめっちゃ高いやん、うん、中央か南アルプスかなんかそれっぽい。あんなに雪が残っといたらそういうとこしかないから。確かに 30m 2000超えてるもんね、うん、確かあんな雪残ってるなんて、すごい 3000m くらい山じゃないか、うん。はい、東山越えだけどもうすぐ山頂。
冷やし雨乞いだけ。え、いや別に実況してないけど。あ、そうそうそう。うん、今登りょうもんな。結構王さん登っとうやん。やっぱりあの来たルートはあんまり登らへん方やな。ごめんごめん。あ、こんにちは。わあ、すごい。あ、こんにちは。そうやな、あれ伊吹山やろ、多分。
読んだ。クワダニ分岐か。点線が入ったの。あっちからも行けるよね。こっちも。